はい、はい、ハロー YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうか。ということで、僕に関しましてはちょっとね、やっぱり、大事な荷物失ってからまだ落ち込んでるなっていうのがあって、家でずっとゲームやったり、もう一日家から出てないっていうのが結構あったりして、あー俺いじけてるなとかって思ってるんですよね、でワンチャン明日給料入ってたらいいなとか思ってまして、給料入ってたらあの Wi-Fi のお金払えるんで、で Wi-Fi なくなってるけど SIM カードもあのなくしちゃってるんで、一旦多分プラスアルファの支払いが出てくる恐れがあるんですけど、おそらく明日給料入ってたらそれ支払いできるから、また Wi-Fi が取り戻すことによって YouTube 発信やら SNS 発信、まあつまりは楽しさと明日どうなるかっていう感じです。で今回何が言いたいかと言いますと、ちょっとね、動画でも今落ち込んでたり立ち止まってても大丈夫とかっていう風にカッコつけて言ったんですけど、結局はあのいじけてる、落ち込んでるといい、落ち込んでるっていうのもあるんですけど、なんかいじけてるんですよね自分の中で、で僕っていう人間は子供時代から結構長男だけど末っ子気質がありまして、いじけ癖があるんですよね。プライベートで僕のこと知ってる人がいるんであれば、そういうところあるよねっていうふうに思われてるかもしれないんですけど、いじけるんですよねたまになんかで、で、はい、話戻り、何が言いたいかというと、今どんな感情を持っているのか、ネガティブ、ポジティブ、2極あると思うんですけど、幸せ、不幸せとか、貧乏、お金持ってるとか、大金持ちとか、わかんないけど、恋人いるとかいないとか、暑いとか寒いとかね。で、その全ての感情を楽しみに来てると、味わいに来てると。でこれも、この魂の旅とか、なんで生まれ変わり、死んで生まれ変わりやってるかっつったら、やっぱり経験経験経験だと思うんですよね、僕ですとその荷物とかね、財布とかなくしまくる系のやつなんで、もう慣れてるっちゃ慣れてるけど、なんでかなみたいな感じ毎回なるんですよね。それもこれも彼も、まあ、経験しに来てると、だから今喜怒哀楽、酸いも甘いも、どんな感じを味わっているのか、そしてそれはおそらくその魂自体が味わいに来てると、そのアバターのねジャッキーとしては苦しいかもしれんけど、魂の中の人からしたら、おー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 おお財布とか全部なくなって、どう料理してくれようかとかね、あいじけてるな、いじけるってこういうことか、いじけるって複雑な感情だよなとかって思ったりして、ニヤニヤしてるのが、ニヤニヤしてるのが多分魂のね中の人の喜びだと思うんですよね、だから今はね、例えば、不倫がバレた人でうわーとかやべーってなってるところも実際やばいかもしれないけど、それは、物質世界でっていうか、このアバターの世界でのね、人間ゲーム、地球ゲームの中でのことなんで、体裁的な、中での話なんで、別にそれがバレたら、別れてどうのこうのしたらいいだけの話なんでとか、いろいろあるじゃないですか、借金がとか、仕事がとかね、クビになったとか振られたとかわかんないですけど、お金がとかね、それをまあもう前向きに楽しんでいこう、そしてこの外側の感覚と中側の感覚と魂側の感覚を3つの三位一体で考えた時に、なんだこれみたいな楽しいぞみたいな、ちょっとゲーム性が増してちょっとね、面白くなるんかなっていうふうには思っております。はい、とか言いながらいじけてはいるんですけどね、でも中の人はニヤニヤしてるみたいな、そんな感覚って、そんな感覚ってないでしょうか。変な話だったんですけど、自分の気づきと発見とメッセージ、ちょっと意味不明かもしれないですけど、お届けさせていただきました。一旦現場から以上です。失礼します。